はい、皆さん人生楽しんでますでしょうか。マスターです。今回の動画はちょっといつもと違う感じの動画になります。タイトルで見ていただいても分かる通りですね、情報配信というよりもちょっと僕自身のことになるんですけど、実はですね、ちょっと僕にアンチがちょっと現れましてですね、でそれはその誹謗中傷とかそういったコメントとかとはまた別のことなんですね。で、何かというと、僕の周りでちょっと起こったことなんですよね。今回はですね、それをぜひシェアして、いろんな人からの意見をちょっと聞いてみたいなというふうに思ったんで、急遽動画を撮っております。Far West Life。 今ちょっと僕ね、仕事終わってホテルにチェックインしたんで、ちょっとホテルでの撮影に、なるわけなんですけど、僕は日本人でラスベガス情報を配信してる YouTuber で、アメリカ生活なんかもね、同時に配信させていただいて、いろんな人にこう情報をシェアしてるわけなんですけど、単刀直入に言うとね、バカにされたわけですよ。でまずね、その YouTuber っていうのはちゃんとした仕事じゃないみたいなことを言われたのと、で僕のことを知ってる人はお分かりだと思うんですけど、僕は本業はアメリカで大自然案内するツアーガイドをやってるんですよね。だからグランドキャニオンとか行ったりとかいろいろしてるんですけど、ほんまちょっと納得いかなかったんですけど、YouTube でね、ちょっとおすすめとかに最近ラスベガスで検索したら僕の顔が結構出るみたいで、だんだんちょっと知名度上がってきたんですよ。で、それでなんかちょっとおすすめとかに出てるからって、チャラチャラしてね、ヘラヘラしてるだけでガイドなんか大したことないみたいなことを言われたんですよね。で、直接言われたわけじゃなくて、実はこう人伝いにちょっとそういう話をね、言われてるぞっていう話を聞いたんで、結構ね、納得いかなかったんですよ。もしもそのアンチと同じような考えを持ってる人がいらっしゃいましたらですね、ちょっと誤解を解いておこうかなというふうに思いました。で、まずはそのアンチさんは、その僕がね、 YouTube すごい真剣にこう頑張ってるぞっていうことに対して、YouTuber は仕事じゃないと、ふざけてやってるんだというような感じのことをおっしゃられてたんですけど、世間一般でも確かに YouTube で食べていくなんて、まずね、ほんの一握りの人しかできないんだから、やったって意味ないみたいなことをね、思ってる人は多いと思うんですよ。その考えはわかるんですよ。で、僕も別に本業でやってるわけじゃなくて、副業としてやってるんですけど、それでも自分の中ではすごい情熱を持ってやってるわけですよ。で、旗から見たらですよ、確かにヘラヘラ楽しんでるようにしか見えないと思いますね。女の子とかも出演してくれてるし、美味しいものも食べてるしね。動画だけ見てたら、ね、こいつ全然なんか真面目にやってへんやんけ、みたいな。思われるのも、それはわかるんですよ。だからこそ、ちょっと誤解を解いておきたいなっていうのもあって、まず一つ目に言いたいのが、仕事を楽しんでなんで悪いんですかと。ね、仕事は楽しむべきじゃない。仕事は苦労するべきだっていう風な考えを、多分そのアンチさん持ってらっしゃると思うんですけど、もうはっきり言わせてください。それね、僕が日本で会社員やってた時に全然合わなかった同僚と同じ考えですよ。もうそれが嫌なんですよね、僕はね。そもそもそういう人たちとはまず考えが合わないんですよね。で、それが YouTube で楽しんでるのが多分見てて多分気に食わないんでしょう、そのアンチの人はね。絶対そうだと思うんだけど、もうそれはね、価値観が違うんですよ。僕は仕事を楽しんでまずやりたいタイプというのがまず一つ言いたいこと。そこがもう根本的にそのアンチさんと違います。それから、あと、美味しいもの食べててお前ええな、みたいなことを言われるんですよ、よくね。アメリカンフード僕めっちゃ食べてるじゃないですか。で、これね、結構僕健康に気使ってるんですよ。太らないんですかとか心配してくれるね、優しい視聴者さん多いんですよ。で、これね、僕ね、コントロールしてます、はっきり言うと。何でもかんでも食いまくってるわけじゃなくて、撮影じゃない時とか、やっぱり食事抜いたりとか、ダイエットもやってるし、運動もね、家で、ランニングマシンとかも買ってやったりとか、食事制限やったりとか、実はね、見えてないところで結構頑張ってるんですよ。じゃないと、はっきり言いますと、あんなんばっかりやってたら太ります。だから自分自身でも太らないように頑張ってそこはコントロールしてる感じなので、必ずしもヘラヘラしながらうまいものを毎回食ってイエーイってやってるわけではないんですよ。アンチさんね、僕が好きなもん食っていいなって思ってるかもしれないですけど、動画じゃないところでは結構頑張って自分の健康管理コントロールしてるつもりなんです。はい。で、それで撮影も無事終わりましたってなっても、
編集が大変なんです。これはもう YouTuber やってる人だったらもうみんなわかると思います。めちゃくちゃ時間かかるんですよ。これって動画の内容によってちょっと編集の時間は変わるんですけど、やっぱり長いものだったらもうほんまに9時間10時間ぐらいかかるんですよ。だからなかなかね、終わらない。もうほんまに限界来て無理ってなった時は編集さんに頼んだりしたことも過去に何回かあるんですけど、極力僕自分でやるようにやってるんですよ。で、ここで、YouTuber やってたら、それはそんなんやって当然やってアンチの人思うかもしれませんけど、YouTuber で一本で食べてる人だったら、もちろんそれに集中できると思うんですよね。だけど、ここでまたまたアンチに言いたいんですよ。僕は一応こう見えてもですね、妻と二人の子供がいるわけですよ。僕の嫁さんは専業主婦で、ね、子育てに専念してくれてるわけですよ。ということは、家族をこう養いながらやってるんですよ。だからフルタイムで僕外野の仕事をねやってるんですけど、副業で YouTube をやってて、で休みの時はやっぱり子育てのね、嫁さんの手伝いもしないといけないし、ね、皿洗いとか家事も手伝ったりしてます。だから空いてる時は家で料理もするし、皿洗いとかもするし、であと子供たちと時間を過ごすために自分の休みの時は子供たちとこう出かけたりしてるわけですよ。だから僕の動画を見ていただいたらわかると思うんですけど、例えばラスベガスを撮影してるシーンとかだったらもう気づいてる人いらっしゃると思います。ところどころ実はね、シーン変わってるんですけど、あれね、カメラマンも変わってるんですよ。デニスに撮ってもらってるシーンと、ゆとりちゃんに撮ってもらってるシーンと。で、ほんまに子育てと両方ね、時間セーブのためじゃないんですけど、本当に子守しながら撮影してる時もあって、もう無理やり娘にカメラ持たして撮影してる時とかもあるんですよ。だからたまにこう息子くんとかこう出てきたりするんですけど、結構自分の中では本業をやりつつね、子育てとか家族との時間も持ちつつ頑張って空いてる時間をこうやって、で寝る時間にその編集やったりとかで合間にね、こう頑張ってやったりしてるわけなんで、そんな中でですね、自分が情熱注いでる YouTube に対してヘラヘラやってるだけやみたいなことを言われたら、結構カチンときたんでね、そこら辺はちょっと誤解を解いておきたいなっていうのが、まず一つなんですよね。二つ目がですね、もうちょっと結構カチンときたんですけど、僕の本業に関してなんですけど、実はラスベガスに来る日本人のお客さんって結構YouTube とかでラスベガス事前に勉強しようと思って、こう検索をかけてくれてる方が多くて、で、ラスベガスとか観光とかね、なんかそういうので検索したら、なんかやってる人が少ないからだと思うんですけど、僕の顔が結構上位にこう出てくるらしいんですよ。で、僕はそんなめちゃめちゃ有名な YouTuber っていうわけじゃないんだけど、ベガスに在住しながらベガスの情報を上げてる、YouTuber っていうのは多分あんまりいないんで、必然と僕がやっぱり上の方に出てくるんですよ。そしたら、日本では全然有名人じゃないんだけど、なんかラスベガスに来てる人とかグランドキャニオンとかに来てる人は、結構な確率で僕のこと知ってるんですよ。もう毎回僕ツアー行ったら、大体ね、見たことあるって結構言われるんですよね。で、嬉しいことに、だんだん知名度がこう上がってきてるんですよ。で、多分アンチの人は、それが気に食わないんですよ、多分。だから、YouTube でちょっとおすすめに顔が出てきてるからっつって、みんな知ってる感じになってるだけで、ガイドなんか大したことないぞ、みたいなことを言われてるらしいんですよ。なので、ちょっとそのアンチ、この動画見てるんやったら、一言言わしてくれ。まずそもそも、そのガイドのなんとかとか言う前にですね、お前、俺のツアーに参加したことないやろ、って言いたいんですよ。だから、その YouTube 見てて多分僕のキャラがあんまり好きじゃない人とかも、いらっしゃると思うんですよ。で、似たような考えを持ってる人がいたらですね、まず、そのガイドをバカにされるのは僕の本業なんで、YouTuber としてバカにされるより結構カチンと来るんですよね。なので、まず僕のツアーに乗ったこともないのに、そんなことをなぜ言えると。ね、お前、俺のツアーに参加したことないやろと。ほんまにね、僕のツアーにちょっと参加してほしいなというふうに思うわけですよ。そこら辺は YouTube でヘラヘラしててもちゃんと本業のガイドはちゃんとできるんだぞと、やってるんだぞということを言いたかったんで、ちょっとそこら辺の誤解をね、解いとこうと思いました。僕ね、ほんまに他の YouTuber さんマジで尊敬するんですよ。なんかこう週2回3回上げてる人とかもいるわけなんで、僕からしたらこれどうやってんやろうと思って、家族養いながら
仕事もフルタイムでこうやって、で家族との時間も、過ごしながら YouTube の編集とか撮影とかもこう全部やってですね、週2回3回っていうのはもうかなりね限界がこうちょっとあるんで、今ちょっと週1みたいな感じに本業が忙しくなったっていう言い訳もあるんですけど、まあ、あるわけなんで、他の人どうやってんやろうってもうマジで尊敬しますよ。まあでもね、やっぱりなんだかんだそれちょっと愚痴っぽくなっちゃいましたけどね、まあ自分の中でちょっとできる限りやっていこうかなというふうにはまあ思ってるので、まあ今週1なんで頑張ってできれば2週間でまあ3回ぐらいアップできたら嬉しいなと思って、まあそうできるように頑張っていこうかなと思ってます。まあ、なのでちょっとね、今回はそのアンチが来たんでどうしてもちょっと言いたかったということでございます。 Far West Life。 まあ日本人の中ではラスベガスで一番有名な YouTuber になれるよう目標を立てて頑張ろうかなと思ってますので、いつも見ていただいている皆さん、引き続き応援よろしくお願いいたします。はい、ということで今回こんな愚痴みたいな動画になってしまいましたけど、次からすいません、ちゃんとやりますんで、また情報を上げていきますんでよろしくお願いします。それでは今回こんな感じで終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。それではまた次のファーウェストライフでお会いしましょう。バイバイ。